3本目の矢と言われる成長戦略というのも、結局は成長分野に雇用を移す、こんなことを言って何のことはない、正社員を首切りしやすくする仕組みを作るという話であります。限定正社員などといって地域や職種を限定すれば、そこで工場など事業所が潰れても簡単に首を切ることができる。最高裁の判決などによって開国制の4原則、これを投げ出して正社員であっても簡単に首をできる仕組みを新たに作ろうというもの。限定正社員どころか名ばかり正社員でしかない。一方で一握りの正社員の皆さん、残されても長時間過労死しかねない残業が強いられる。残業代が払われればまだしも実際に払われていない実態があります。これを皆さん、ホワイトカラーエグゼンプションなどといって、正規で払うべき残業代さえ払わなくてもいいような仕組みを作る、こんなことで人件費を安上がりにしていく、そんな雇う方には都合よく、雇われる方にしてみれば簡単に首切り、残業代も支払われない、こんなことがばかり通る。これを実際このままでいいのかということが問われてくるんではないでしょうか。今学生の皆さん、就職活動の中でブラック企業ということが問題となっています。正社員で雇っても長時間労働で残業代も払わないとか、パワハラなどを含めて辞めさせる、こんな横暴企業に対しブラック企業というレッテルが貼られている。日本全国の企業をブラック企業にしかねないような、こんな労働法制の規制緩和は許さない、この声こそ上げていくときではないでしょうか。今暮らしを応援をし景気を立て直すために行うべきことは、所得を増やすこと。アベノミクスの矢には所得を増やす改革は何一つない、逆に減らすばかり。それを転換をして働く人を応援をし、日本経済を支える中小企業応援の経済政策への転換を図るのが日本共産党です。非正規がヨーロッパ比べても多すぎる日本の現場、正社員が当たり前のルールに改めていきます。中小企業支援と一体に最低賃金を時給1000円以上に引き上げて、働いて食べていける賃金を実現をしてまいります。下請けいじめやめさせて、大企業との公正取引のルールを実現をすることで、皆さん、働く人の7割がお勤めの中小企業が元気になるような日本経済を作っていくことが、地域経済を振興し、日本経済の持続的な発展の道につながるのではないでしょうか。この間、減り続けた国民勤労者の所得の一方で、増え続けているのが大企業などの内部留保。この10年間で100兆円以上も積み上げて、今では260兆円を超えています。この 1% を還元をするだけで、大企業の8割で月に1万円の賃上げが可能となります。パートの皆さんの時給も100円以上引き上げることが可能となります。こういうことにこそ踏み出す改革、実現をしていく時ではないでしょうか。やってはならないのは庶民から所得を奪うこと、年金の切り下げ、やめさせていこうじゃありませんか。生活保護のようなセーフティーネットの解約をやめさせる、社会保障削減政策を転換をしていくときであります。そして何よりも消費税増税中止、この仕事、日本共産党にやらせてください。日本共産党と伊藤学園の大きなご支援を心よりお願いを申し上げます。皆さん、今度の参議院選挙で原発ゼロの日本の実現、その皆さんの願い、日本共産党と伊藤学にお寄せください。これから日本共産党、
地方議員の皆さんと一緒に各地で赤い放射線量の測定を行い、市民の皆さんにその数字も届けながら、除染の取り組みなどにもこの間活動を行ってまいりました。今なお多くの方々が避難生活が強いられています。事故は収束しておりません。私も先月福島第一原発の現地調査に行ってまいりました。汚染水が漏れ続けるような実態がある。これは汚染水を運ぶホース自体が仮設のままとなっている。それでは途中で穴が開いてしまう。地上が下から伸びてきてホースに穴が開いてしまった。こんなことさえ起こっていたじゃありませんか。最近でも海のすぐそばで赤い放射線量が確認をされる、こんな事態が起こっています。私が現場で見て驚いたのは、メルトダウンをした炉心を冷やすために水を注ぎ込む注水が行われ続けておりますが、この注水ポンプそのものが仮設の状況になっているということであります。1号機、2号機、3号機3つの原発が壊れて、ありがとうございます、注水をしなければいけない。その事故の再発防止となる根幹となる注水ポンプが置かれているのが、ちょっとした高台の上にあるトラックの荷台の上なんです。このトラックの荷台の上に1号機に注水するポンプが置かれ、その隣に2号機に注水するポンプが置かれ、その隣に3号機に注水するポンプが置かれている。皆さん、仮設扱いのままで一番の根幹の安全対策である注水ポンプがトラックの荷台に積んだのは、これで大丈夫なのか。このことを迫ると、東電の職員は大丈夫です、予備のポンプもあります、こんなことを言うので見せてもらいましたら、この予備のポンプもトラックの荷台に積んでありました。皆さん、2年経っても仮設状況のまま、これが皆さん新たな事故を呼びかねない実態となっている。東電任せ、コスト優先が安全を軽視をしている、こんな実態というのが改めて浮き彫りとなってまいりました。事故収束のために英知も結集し、最大の努力を図っていく。国が前面に立って解決をしていく、こういう取り組みを行うのと同時に、15万人を超える避難者の皆さんの暮らしをしっかりと応援をし、全面賠償、除染を進め、暮らしをしっかりと支える活動に全力を挙げることが求められております。私がお話を伺った避難者の方、今ではいわき市内の仮設住宅にお住まいですが、60代のご夫婦の方ですけれども、父を東京の病院で避難中に亡くした、透析治療中の父が亡くなったのも原発事故がきっかけであり、孫息子が中学、新しい環境に馴染めずに今では仮設住宅で引きこもっている。こんなことも事故さえなければ起こらなかった。これが皆さん避難所が置かれている実態ではないでしょうか。それなのに自民党の高市政調会長は、原発事故で死んだ人はいないなどというとんでもないことであります。皆さん、まさに原発の現場の実態を見ないのが自民党の政治。いくらこのこと謝罪をしても、任命責任の自民党総裁である安倍首相の責任を免れることができません。大体原発事故は収束していない、避難者の暮らし元に戻らないのに、原発の再稼働にだけ地道を挙げる。皆さん、安全が確認された原発から再稼働を進めていく、そのためには政府一丸となって地元対策を行う、ここまで前のめりのことを言っているのが安倍首相であります。皆さん、この安全が確認をされた原発という安全は何か、先日も葛西議員が追及しました。私も3月の予算委員会で追及をいたしましたが、原子力規制委員会の安全基準というのが、
原発は壊れるかもしれない、メルトダウンを起こすことはあり得る、このことを前提として放射性物質を大量にまき散らされないように、格納容器が壊れないようにするんだ。圧力が高まってきた時に格納容器が壊れそうになったらどうするのか、その時には外に放射性物質を放出をします、このことを前提としています。付近に人が住んでいるのに放射性物質をまき散らす、このことを前提とした安全基準、規制基準、こんなことがどうして認めることができるでしょうか。皆さん、本気で原発を続けようというのであれば、原発が壊れないようにすべきです。壊れない原発が作れないのであれば、原発そのものをやめるしかないのではないでしょうか。そのためにも、原発ゼロの日本実現のために力を尽くしていこうではございませんか。原発利益共同体の下で、海外まで輸出しようとしている、こんなことになるのも原発利益共同体大元にある、きっぱりと断ち切るためにも原発マネー一切受け取らない日本共産党を大きく伸ばしていただいて、原発ゼロの日本実現の道開いていこうではございませんか。憲法9条を守り生かすこの取り組み、先頭に立って取り組む日本共産党と離島学への大きなご支援、心よりお願い申し上げまして、私、衆議院議員、塩川哲也からの訴えといたします。ありがとうございました。